こんにちは、ゆうこマークスです。今回は新しいパソコンでの初のウェブカメラ仕様となったウェブカメラで撮影しました。前よりいろいろな効果的なのが入っていますが、今回これからね、紹介しますが、新しく解像度とかで初めて僕はパテを使ったんです。で、そのパテを使用した、カメラというか、こちらです。ちょっとすいません、ね、こんな感じになっております。これは銀メタルじゃないの。これちっちゃい時に買ったものなんですよ。で、とにかくイベントとかのやつで、多分非売品でもらったものなんだと思いますが、買ったのか知らないんですけど、この銀メッキ仕様の R33、スカイラの R33 でございます。で、それをちょっと改造してですね、初パテを使用して、このように切ってみました。これから色を塗りますので、一日放置していきます。後ろもこのように、特に意味はないんですが、とりあえず、あと、シャコタンしました。いろいろ。ってな感じになってるわけなんですね。そんな感じなんですね。で、あとは、特徴つったのも、R33 のシャーシです。ちょっとシャコタンしながらですね。こんなようになった感じで、なんつったらいいんだ、ここら辺ですかね。囲んでる部分なんですけど、今囲んだこの部分がですね、折れ曲がってしまって戻れなくなっちゃって、鉄の部分なんで、そこはしょうがないなと思います。こんな感じです。仕事しすぎましたね、ちょっと。なんで床にひっついて走らない状態ですね。なんとか改良して少しは走るようにしたいと思います。ではまた固まったね、塗料を塗って完成したらまた動画投稿しますので、はい、そんな感じです。ありがとうございました。